はい、回転です。ホールアウト4を続きをやっていきます。はい、コベナントをね、攻略したんですけど、前回は人造人間を助けたっていう感じのね選択をしたことによって、このコベナントの住人すべてとね、敵対することになっちゃって、ね、みんなね死んじゃうという凄惨なね、結末になりましたが、ちょっとね、あれは、ちょっとまあ違う次元のね物語であったということで、この次元はですね、コベナント側につくということをやりまして、コベナントがね拠点になりました。はい、でコベナントの人たちもね、まあ元通りになったっていう状況にしてあります。ちょっとどうしてもねここはちょっと拠点として使いたいなというのがあったんで、ちょっと時を、巻き戻しましたね。ウィスさんみたいなことをやってしまったわけですけれども、まあ、コベナントの、秘密基地みたいなね、のがあって、名前忘れちゃいましたけど、そこでね囚われてた人は、アリアナさんかな、アリシアさんかな、名前もちょっとね時間が経ってるもんね、1週間ぐらい経ってる。人造人間でした。やっぱり、部品がね、死体から手に入ったんで、やっぱり人造人間、確かに人造人間でしたと。はい、ただその救ったことによってダンさんとね敵対することによって倒してしまうということになったんで、またねこれがね違う、憎しみの種にならないかどうかね、ちょっと心配ですけれども、はい、で本来の目的はちょっとこの BOS のね、ミッションなので、ちょっとここへね、ちょうど途中ぐらいまで来てるんで、ここへね、モールデンセンターっていうところに、向かっていきたいと思います。でちょっとねここのコベナントを復活させたちょっともっと もう一つ大きな要因としては、ユニーク武器と防具がね、ペニーさんから、この商人のペニーさんから手に入ったので、ちょっとそれが欲しかったんですよね。このジャスティスってやつ、攻撃を当てるとよろめかせることができる、ショットガンですね。これがね多分かなり強い、ダメージも90でかなり強いんで、これが欲しかったっていうのと、あと防具は頭だと、このデストロイヤーヘルメットか、はい、カルシスマと知性が1増加するって感じで、これもダメージレジストが強いんで、はい、これもね、軍用ヘルメットの代わりに、こういう、まあ、ちょっとかっこよさげなヘルメットですね。はい、これが欲しかったっていうのもあります。はい、じゃあね、とりあえず先に進もうかなと思います。はい、はい、なんだこれ、あらら、ちょっと待って、やだな、これがモールデンセンターか、このちょっとずれてんだよな、この建物が、行き先なのかどうかもちょっと分かんないな。いや違うね、ちょっと先だなこれな、なんか違う、ほほほ、うわっ、えっ、ちょっとよろめけ、よし、ちょっと待って、どこ、はあ、かなり強いこのショットガン、うん、メッドフォード記念病院、これ違うな、ちょっと違うね、場所がずれてんな、まあ、これもちょっとまあ気になるけど気になるな、まあちょっと、まあ主要なミッションで来るんじゃなければちょっと置いとこうかな、
ちょっとね、これ主要なミッションで来ることがあるかどうか覚えてないんですが、というのとモールデンセンターっていうのは駅か、やばい、プロトクト、なんかロボットがいる。センサーの過剰反応、それだ、人造人間か、誰かいるのか。ステルス攻撃はどうやら失敗のようだな。爆発が起こってる。おめえか。ただね、重くても走れるパークを取ったんでね、一応移動はできるんだけど、スタミナが失われる。なんか、うわ、あ、無線信号たどる。これはラジオ？これっぽいな。うわ。ああ。一発で倒せるのありがてえな。お、強打のハンティングライフ、あ、これもいいね。ハンティングライフルだから中距離以上だけどね。あ、ちょっと、どこ、ちょっと早く見つけて。バトルフィールドホロテープ、バトル、なんだっけ、バトルフィールドホロテープ。路上で奇襲された。敵の数は5倍ほどだ。バーラム、報告しろ。これで戻るっつって、ね、5% まで低下してる。武器を壊さないと、あいつらに。バーラム、戦ってんの、レイダー。くそ、アストリ、自爆装置を。アリス、下がれ。古い基地に向かって、それからバンカーに集まろう。暗号はあのコールサインだ。よし、行け、ほら早く。ナショナルガード、うわっ、あっ、うわっ、クソ、戻った、しまった、ちょっと調子に乗ったな。戻った、かなり戻った。いやー、ちょっとね、もう一回、ちょっとコベナントに戻ってしまったな。次はちょっとパーマ着てね、
リベンジしたいと思います。はい。ヒルドホロテープっていうのを聞いてね、ナショナルガード訓練場を調べるっていうのが、出てきました。ね、オプションとしてね、パラディンダンスに報告するっていうのが出てくるんですよね。また戻るの遠いからな。ただ、と言ってね、心配なのは、セーブがね、できないっていうのが、ちょっと心配なので、ものすごい戻ってしまう可能性もあるんですよね。ちょっとその危険をして、そのまっすぐ進むのか、オプションしたらダンスついてきてくれるのかな。どうだっけな。一回戻ろうかな。一回戻ってみようっていう気に。ちょっとね、報告したらダンスもついてくるのか どうかはちょっと覚えてないんですけど、ちょっとね、戻ってみたいかなという気になってますので、ちょっと頑張ってね、戻ろうかなと思います。はい。いやー、やっと警察署戻ってきた。何回も死んじゃったんですけど、ここでね、救難信号を捉えて、なんだっけね、バトルフィールドホロテープっていうのを聞いたんですよ。で、そしたらね、このナショナル訓練場に行けっていうのと、パラダニダンスに報告しろっていうのがオプションで出たんですね。で、先に進んでも死ぬし、まず一回コベナントに、ここからね、こう行こうとしたらね、すごい戦闘になって死んじゃったんで、一旦コベナントに戻ってセーブして、で、こうやってね、戻ってきたって感じですね。ちょっとこの選択が間違ってなかったことを祈りたいですが、一緒についてきてほしいな、ダンスな。はい。その偵察チームは待ち伏せにあった。彼らは自分たちのパワーアーマーが略奪されないように壊した。生き残れたのは3人のみだ。溶かしたみたいだよね。しかし彼らはやるべきことをやった。我々のついてきてくれんだっけな。守らなくてはならない。どんな犠牲を払ったとしてもなかなかの成果だ。このまま調査を続けてくれ。来てくんねえのか。くそ。パラディンダンス。ヘイレンがあの送信機を設置してもらうのは早ければ早いほどいい。あのアボミネーションどもをのさばらせてはおけない。何？任務の内容は。また違う任務か。グー、人造人間、ミュータント。こいつの我々の故郷をきれいに掃除しているだけだ。ちょっとね、話し方が柔らかくなってきたかな。いつでもいい返事だ。詳細は地図に示してある。そのエリアが片付いたら報告しろ。また違うね。国立公園キャンプ地を相当って。いや、これも遠いんじゃねえか。これどこ。うわあ、またちょっとわけのわかんねえとこだな。これどっか違うとこ行けっつってんだな。まあ行き方がちょっとね、わかんない。スクライブヘイレンのね、ミッションと同じ場所だな。まあこれちょっと置いといて、ちょっとね、かなり戻ってきちゃったんで、一回スターライトドライブウェイに戻って、準備を整えてからね、また、このナショナルガード訓練場っていうのにね、ちょっと向かっていきたいと思います。はい。はい。BOS のね、ミスを続けていますが、このナショナルガード訓練場というところに、ようやく着いたんで、でね、近くに、幸いにもベッドがね、あったり、あと、物をね、しまっておける場所があったんで、まあ、ここでちょっと準備を整えてね、行けるって感じで、まあ、ここにね、セーブができるんで、ここで。これ安心。はい。ちょっと暗くなっちゃってるんですけど、寝袋じゃって寝れないので、まあ屋内なんでね、ちょっとこの、はい、ナショナルガード訓練所、これ中入れっていうね、感じで、で、外側にちょっと、タレットがあったんですけど、そいつは壊してあります。これ中だね。中入ろう、とりあえず。50%。
といい時代があったの。まあちょっとガラクタとか後で拾おうかな。ハンターラジウムライフル、あ、これ強いんじゃね。わあ、これちょっと強化したいな。1045弾もね、結構いっぱいあるから。ああ。オッケー。85%。あ、つけた。ここの中か。ナイトアストリン、ナイトアストリンのホロテープ。ちょっとすまん、裸にして。ナイトアストリン、ナイトタラアストリン、 BOS 偵察チーム 429α、 シリアルナンバー3431。ディストレスパルサーを発信してから3時間、パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない。命令はこの陣地を何が何でも守ることだった。リビア衛星アレイを調べる。このドアはもう長く持たない。パラディン・ブランティス、パラディン・ブランティス、はい。さあ、次のところはどこだっつってんだ。リビア衛星アレイ、あ、そんなに遠くないね。まあ、ここ、あ、フィンチファームってのも近いね。うん。ここでね、まあ、セーブできるんで、セーブしてからちょっと行こうかなと思いますが。さあ、この辺取っちゃうとね、すごくなっちゃう。おー、ショーターサルトライフル。肉詰め、水ありがて。ただこれ後ろに出られるだけか。ただ後ろに出られるだけだっけ。あんま何も意味もないような気がするけど、なんかあるんだっけな。なんかパワーアーマーとかあるっていうわけじゃねえのか。あ、もしかして敵がいる。うっ、敵がいたか。ふう。なんかないかな。うわ、ふわふわ。まだいる。グールがいっぱいいる。ちょっと待って、投げ武器なんかないかな。またこれ俺が死ぬ場合もあんだけど。わあ、食らっとんな。まだいる。ジャーナリストによくあることなんだろうか。何か食べたよね。
とかもあんのか。違うビルに移ったってことだこれ。下に行った方がいいのかよ。光り物ちょっと。確率が減少しました。米国秘密工作部。いいね。いいのを見つけた。来た甲斐がめちゃめちゃある。探索しがいがあった。これか。ここだろ。真正面みたいなところか。ああ。ここに入れんのか。はい、よし、ちょっとクリアした。でちょっとね、たくさん荷物があるんだけど、まあここに預けてパッと行けばね、一応武器庫っていうのがあるのか。ここの鍵を開けたのかないんか。ちょっと罠がすごいんだけど、ちょっとセーブしてくればよかったかな。まあでも穴があるって分かってるから。おい、おお、パーマだ。あいつ強い。あー、ドクロマークか。ちょっとセーブしたいね。あ、こいつにやってもらう。ここで解体できるじゃん。いいね。ちょっと死ぬことはできない。ドクロだからちょっと危険。素晴らしい。ちょっと一回準備してからの方がいいかな。あ、ここにトランクがあった。うわ、ちょっと開けるのはお預けというか。でちょっとこの後でね、このプロテクトロンの力も借りたい。大丈夫か。ちょっと荷物置いてこよう。うわ、あ、ちょっと、ちょっと、いや、やばい、逃げらんね、逃げらんね。あもう分かった。入ったらああいうことになるんだな。うん、まあちょっと戻るが、そこまで戻んないんでね。ちょっと
一回やり直して準備を整えてから中に入りたいと思います。はい、これ出ていったら多分出てくるよな。バラが開いちゃう。で、まあ、追ってくると思うんで、ちょっと奥に行っちゃおう。奥に逃げよう。うん。ちょっと。うん。うわ。ちょっとハマってくれたからよかったよ。卑怯な倒し方でね。いやー、倒すことができた。とりあえずは。今ですね、結構土地的に言うとすごい東にいまして、今ね、あのフィンチファーム、ここにいるんですけれども、まあ、ここを解放するためにはこのサウガ製鉄所っていうところのクエストを完了しなきゃいけないんですけど、ちょっとねレベルが低いのと、まだあのここのねボスがねドクロマークでねレベルが高いんですよ。で全然ね歯が立たなくて、武器もまだまだね、弱いし、ちょっとね、何人も敵がいっぺんに襲ってくるんで無理かなって思って、ちょっと一旦ね、諦めて後回しにしようかなと思ってます。ここね解放したかったんだけど残念だな。拠点としてね使えるんで、この一番東にあるっていうことでね、なのでちょっとね、本来ね続けようと思ってたこのリビア衛星アレー、こっちの方のねミッションをね進めていきたいと思います。はい、ちょっとね何回やり直してもちょっとね厳しいそうね感じだったんで、ちょっとフュージョンコア分かれちゃって、まあ荷物を置いたりね、ジャンクを置いたりとか、ちょっと近くのねパワーアーマー T60 のね、まああの部品がね置いてあった あっちの方のねトラックに荷物をね預けてあるんで、まあちょっとね心配なとこなくなっちゃわないか心配なところなんですけど、はい、ちょっと何匹か少しでもいいから倒しとくかな。いやちょっとやばいね。ロケットのやつがいるよ。ちょっと待って、ミサイルのやつがいる。どこだどこだ、ミサイルのやつがやばい。あ、ここはここでやばい。お、レベルが上がった。ちょっとなんか戦闘系のパーク覚えとこう。弾使うな。こいブッチャーってどこにいんだこれ。カリガンからちょっと倒すのは、ちょっとずつ倒すのはありかもしれない。あ、やばい。そこか、ブッチャーは。倒せるかもしれないな、なんとか。どこ行った？ここら辺に。
全然こっちからだと見えねえ。あ、見えた。よっしゃ、やったぞ。倒せるな、こっから。あそこの敵を倒せって言ってんだよね。見えない。もうちょっと前で。なんか違うやつと戦う。あ、失敗しちゃった。グレー以外やられた。うん、スキンパックももう残り少ねえからな。こちらが持っている方がいい。で、これここの中にあんのかな。だからまあ安全を確保しないとダメなの多分ね、ここら辺の。よし、あ、俺これパワーアーマー着といた方がいいな。よし、気づいてないぞまだ。オッケー。上のやつが気づいた。これよろめくのかな。強い、なかなか強いねこれ。でも弾がもうなくなるわ。こういう時にミサイルね、ちょっと使いたい。よし、まだいるんだよね。ちょっとね、またパワーアーマーを着て水飲んで戻ってこよう。セーブして戻ってこよう。たまにこれね、たまにこれ道具の状況を見たいな。やろう。何こんなのあったっけ。くそ。まずここのなんかこれをちょっと退治するか。ちょっと待って、何なんだ今のは。どうに、あ、これはやばいわ。グッ、ウェー、エンクレイブだ。これ勝てるかな。勝ちたいけどな。え、ちょっと待って、いや、エンクレイブのパワーアーマーすごい欲しいんだよね。めちゃめちゃ強いんで。新しくあのアップデートでね、追加されたパワーアーマーですが、スプリン&プレイでちょっと弾もったいねえけど頑張ってやるしかないかな。まあ地雷だな。地雷を近づく前にここら辺に撒いとく。ダメか。ちょっと近づくだけでダメか。え、で、違う方向から現れたぞ。いやー、ちょっと倒したいけどな。無理かな、今。頑張るか。イカグレネードとか持ってるか。あるね。車ちょっとやばいかな。さあ。どこ
どこに近づくと現れる。現れ方がよう、ちょっとふう、もうかなり減ってるわ。最後ジェット、スティンパック、水。やばいやばい、もう一人いる。もう一人倒したい。そこか。どこにいるかわかる？よし。ふう。ちょっと、やった、やった、ついにやった。やったけど、どこ？これね、たまに場所が分かんなくなるんだよね。あー、見つけたか。やった。あー、命令解の排除。やったよーい。やった。これは大収穫だぞ、これ。いや、このね、パワーアーマーめちゃめちゃ強いからね。で、貝の、あれ、ちょっと待って、進めんの待って。ちょっとね、大興奮だな。ちょっと早くセーブしたい。違う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 。あー、爆発する。ちょっと。あー、ちょっと離れろ。死ぬわけにはいかない。いやいやいや、ちょっと。死ぬわけにはいかない。ちょっと待って、早く早く早く拠点でセーブしたい。ああ、よし。で、こっちをね、T6 ん T60、 うん、どうしようかな。え、壊れてる。あ、壊れてる。壊れてんのか。左足。T60 とエンクレイブのちょっと混合みたいになっちゃってる。ぐちゃぐちゃになってるけど、一応これで箇所的には揃ってんのか。大収穫だな。早く戻りたいね。ちょっとここ早く BOS のね、ちょっとミッションまだ多分ね続く。あれ、うっちゃ死んだよ。え、電車。ハイパー頼む。あ、他のやつは任せて。よし。よっしゃ。あいつを回収したい、あいつを。え？
え、まだいいの？伝説。嘘だよ。いや、サバイバルだからね、前室が山ほど出てくる可能性あるんですよね。じゃまず敵を倒すことを先決です。ここは粋なおもちゃだらけだな。作業台があったぞ。やっぱ頭をちゃんと打った方がいいね。これか。いや違う。この建物の中にいる。動かねえか。ちょっとなんか寝るところねえかな、あいつと戦う前に。お、完璧だ。完璧だって。やった。ショットガンシェル。オッケー。あんなとこにあんな怖いやつがいるか。当たるか。当たんねえ。あ、出てきた。怖え。ちょっと減ってる。同じ立場にはなりたくないね。当たってる。よし、やったやった。強度は あっちな、この上かな。どこだ。あっちだな。飛び降りるか。おお、殺し屋コンバットショットガン。いやーちょっと弾がだんだんやばくなってきたね。強くなってきた。お、あ、ここか。スクライブファリスのホロテープ。びっくりした。ミニ肉取ったぞ。なんなのこのバレル。ちょっと待って、とりあえずセーブできる。はあ、ふう、やったぜ。はあ、ファリスだ。パラディンがいなくなってから2時間経った。足からの出血を止められない。だんだんが動脈に当たったに違いない。やばい、こんなとこで大怪我しちまったのか。うん。ブランディス、もしこれを聞いたら。ブランディスって誰。アストリンの元にちゃんと戻れたことを願っている。ああするしかなかった。北のバンカーに行ってくれ。北のバンカー、生き残れ。それが一番大切なことだ。生き残るのが一番大切と。
バンカーっつんなとこだ。うわー、また遠いね。ちょっとまあ一旦ちょっとね、いい加減ちょっと戻りたいなって。じゃあちょっとここまだね、探索というか漁り終えてないので、まあこれをちょっと収録外でね、漁って、全部の物資をね持って、めちゃめちゃ時間かかると思うんですけど、とりあえず戻る、戻りたいと思います。コベナントに戻りますね。とりあえずここへなんとかたどり着いて、はい、体勢を整えてからね、また、こっち戻ってきたい。次はこのバンカー行きたいな。はい、ちょっとねやっていきたいと思います。はい。